俺の区間は AWM。はい、どうも、スコーリです。今回はですね、まあ、やっていきますのが、ちょっとね、ガチャがバグってるんですよね。ガチャが、めっちゃバグってるらしくて、それが実際どうなのかっていうのをね、検証していきたいんですよね。それが、まあ、こちらのですね、ガチャなんですけれど、ジャンクル限定ガチャですね。まあ、こちらのちょっと確率見たらわかるんですけれど、確率がなんとですね、AK おかしくないですかね。AK だけなんか 0.455% あるというですね、なんかいう、謎の状態に今なっているんですけれど、こちらをちょっとね、実際まあ、これが、合っているのか、まあ、M4 がおかしいのか、AK がおかしいのか分からんですけれど、これをちょっとね、今回検証していきたいなと思います。まあ、これ AK 高すぎますしね、M4 は低すぎますしね、これ、どうなってるんですかね、もうどっちが高いのかこれ全く分かんないみたいな状況になってるんですよね。0.045% だったらですね、今回のまあ、セランスキンかな、エヴァンゲリオンの、まあ、セランスキンの2倍ぐらいのですね、まあ確率なんですけれど、まあそれでもめっちゃ低いですからね、なかなかないですね、セランスキン並みの M4 をどんだけ渡す気がないんやって感じなんですけれど、まあ今回ちょっとまあ、早速見ていきたいかなと思います。まあ、0.2% とかで結構紫とかオレンジがあったりしますんで、まあ、かなり高いことが伺えますね。はい。そしてですね、まあ、自分が前回ね、当たりやすいガチャの傾向みたいな話をしたんですけれど、外れが 1% 台の時っていうのは、だいたい 0.2% ぐらいあると当たりやすいですよって話をしたんですよ。ジャンクルに関しては結構 1% 台が多くて、一部まあ 2% 台が、2% 前後が存在するって感じなんですけれど、0.4% って言ったら結構当たりやすいですからね。ガチャとしては。まあ、なんで、内容としては当たりやすいものと見ても、まあ、遜色はない感じのガチャですので、どうなんかなと感じで、やっていきたいと思います。ちなみに今回も引退作業しながら回していきます。それではやっていく。はい、というわけでやっていきましょう。こちらですね、まず、引退作業していく。もう引退してやるから、マジ公約行動なんかさ、引退します。あ、間違えた。引退します。お疲れ様でした。オッケー。これでもね、やっていくという感じですよ。もう引退だ、引退。引退して、もうやめていくと、ね、それではやっていくという感じだよ。ほんと、お疲れ様様でしたなってるやん。間違いとるし、なぁ、様様じゃねえぞ。次からはちゃんとね、引退できますんで、皆さんもね、引退&単発当たりやすいね、この方法、まあ、すごいおすすめなんですけど、今回もそれやっていこうかなと思います。じゃあ回していきますね。なるほどね。まあ、そんなすぐね、出ても、怖いだけですから、まあ、ちょいちょいま、見ていきましょう。これジャングルのね、開拓者のね、服のやつも地味にちょっと珍しいんですよね。あんまないんで。とりあえずね、まあ、ジャングル、略奪者は僕持ってるんで、ジュースキンかね、キンランボが出てくれると嬉しいですね。あ、出ましたね。これ何気にこれ珍しいんですよね。あんまりない。うん、そんなに欲しい見た目かと言われたら、そんな欲しい見た目ではないですね。まあ、多分、どうだろう。でも、金枠全体の確率で見るとね、2% ないんですよね。1% ないか。ね、1% ないよね。0.2% と 0.4% と、ね、あとなんかゴミみたいな確率のやつしかないんで、全体の確率で見ると低いんですけれど、まあ、やっぱ 0.4% はでかいですよね。お、そろそろなんか舐めてき始めましたね、ちょっと。もう一回なんか引退してやろうか。もう一回ね。もう一回引退していきつつ、回しもしていくと。なあ、マジ、出てこいよ、0.4%。あはは、いらないよ。二つ目はいらない。これ何個になるんだろう、ゴチケね。今、被ったのに、チケット変換されなかったくない？大丈夫それ。ちょっと待って、見ていこう。あ、チケット変換されてますね。チケット4枚なんだ。渋、マジで。あの副スキン4枚しかならんの、レベル5チケットな。10枚ぐらいになってくれればいいんですけどね。傷つき回していきまーす。オッケー。なあ、ちょっとね、まあ、引退詐欺もしていきつつ、まあ、回していくといった感じですね。でも確率的にね、いつもね、栄光は、まあ、オレンジ色もね、スーパーレアもあんまり出ないですから、確率で言うと、まあ、悪くはない感じには、現状なっているんですよね。これ体験入ってるんだ。昔のガチャやけん、そっか。体験とかも入れっぱなしだもんね。そこら辺消してくれてもいいんですよ。ね、消してくれても、体験とか。おぉ、ちょっと舐めてるね。ちょっと。引退してほしいの？まあ、引退してやるよ、おい。なぁ。やめてやるよ、こんなゲームよ。ほんとに。いいだろ、それで。やめてやってからよ。なぁ。なんか、イキリキッズみたいなね。なんか、北九州のイキリキッズみたいな。おぉ、スプレー出しとるし。ちょっと、出てこいよ、何か。ねぇ。出せよ。ねえ、AK 出すよ、AK。なあ、AK 出したら、動画映えするんだよ。ねえ、出さんかったらマジで、あれだぞ。ねえ、
このガチャ出ないっていうね、それの証明になっちゃうぞ。あ、お前ほら、ちょっとね、本当にね、やばいぞ、それは。じゃあお前ちょっともう風評被害流したもん、最後ね。ジャングルガチャ出ないから、回さん方がいい。お前これ言っちゃうぞ、な。ね、俺が言ったら信憑性あるからな。ほら、暗いマジ。これでな、もしも本店に出さんかったから、みんなね、回さんからね。ジャングルガチャ出らんからね、回さん方がいいっていう。この風評被害を流して、このネットイースを脅していく、運営を脅していくというね、これ新スタイルですよね。お、お前それでもね、出させない気か。な、やばいだろ、お前、ほんと。な。工場のやつだな、ほんと。そんなにいらっしゃくない。ね。そんなに。ですか、結構渋いんだけど、普通に。ね。結構渋い。いや、いらねえんだよな。別に開拓者はいらないんだよね。なあ、そんないらんよ。今回だってこれ欲しいの、マジで金枠とさ、略奪者ぐらいでしょ、人は、普通。まあ、俺、略奪者持ってるんでいらないですけれど、ね。意外と渋いね、確率に、まあ、渋い、めっちゃ渋い。確率の割には結構渋かったな、これね。全然だったね。まあ、確率は上がってますけれど、やっぱり金枠全体の確率はですね、まあ、上がってるわけじゃなくて、まあ、0.7% かな、0.7% ないぐらいなんで、まあ、そんなにポンポンは出ないよ、と。いった感じでしたね。はい。今回はまあね、8000円分ぐらいかな、まあ、回したんですけれど、意外と出ないのがね、栄光物資の限定ガチャなんですよね。なんでかっていうと、まあ、金枠のね、全体の個数も確率も低いんで、意外とね、期待しているよりは出ませんので、まあ、僕はね、まあ、正直、まあ、銀玉のコラボガチャとか、まあ、そっち方面のですね、まあ、金枠の確率も高くて、まあ、なおかつですね、金枠一個一個の確率も高いと、そういうガチャを、まあ、僕はまあ、回すのを、まあ、おすすめしてます。そんな感じです。で、こっから先はですね、ちょっとまあ、いろいろ YouTube の話をね、最近のしていこうかなと思います。まあね、結構いろんなそんなね、まあ、荒野行動も実況者さんがいると思うんですけれど、まあ、炎上をして伸ばそうみたいな人ってのもやっぱいるじゃないですか。まあ、大手の人とかでもね、ちょっと炎上したふりをしてですね、まあ、うまく注目を稼いで、そこからね、自分の数字に変換していくっていう人はいらっしゃいまして、まあ、炎上というのはですね、まあ、基本その、結構荒野行動ではですね、使えるんですよね。リカバリーも簡単ですし、まあ、よっぽどなんかその人が悪いとかじゃない限りは、結構その、言及されるってこともないですからね。例えばその人がなんかオフで女の子と会ってですね、ちょっと一線かましてしまったとか、まあ、明らかにその人に過失のある行為でない限りは、まあ、基本的にまあどの界隈でもリカバリーが効くんですよね。その大きく反応しなければ、なんですけれど、これをですね、やっぱりうまく炎上を扱える人と扱えない人、そのパターンというのがあります。で、そのなんていうかパターンというかですね、まあ、その法則みたいなのがあるんですけれど、それがですね、まあ、炎上をうまく数字にできる人というのはもともと自分のコンテンツがある人なんですよね。まあ、僕だったら例えばその最新情報を出したりとか、まあ、リスマラしたりとか、最近ペンペンのね、やつやったりとかもしてますけれど、そうやってなんか自分のコンテンツがある人はですね、別にその炎上しても、それを数字に変換できるから、まあいいんですけれど、ない人がですね、まあ炎上ばっかりしてもですね、まあ、アイデンティティがこれないわけですから、もうただただその、なんて言いましょうか、ただ炎上しただけみたいな、それしか売りのない人みたいな、そんな感じになっちゃいますんで、まあ効果としてはこれないんですよね。まあ、なんで、結構まあ最近もなんかね、いろいろそのボヤ騒ぎみたいな感じでもう起きてますけれど、所詮ボヤで終わってるじゃないですか。まあ、なんでかというと、やっぱりその魅力がないから、魅力を感じないから、その魅力のない人を叩いても意味がないんで、叩く人もそのうちすぐやめてしまうと、いった感じになって、結局そんなに数字は伸びないといった感じになっているんですよね。まあ、YouTube でもまあ登録者数千ぐらいでなんかやたら、ね、炎上を狙ってね、いろいろしたりとか、まあチームを組んでね、なんか日本一か世界一か知らんですけれど、やってからまあいろいろされている方ってもいらっしゃいますけれど、まあ結局そのアイデンティティがないから、まあどんだけ炎上したところで何にもならないんですよね。やっぱりまあ僕もね、まあその荒野界隈では年上の方ですし、まあ人間年を取るとね、どうしてもそのなんていうか要点を知るようになるんで、なんかそればっかりしてね、楽をしようみたいな感じに思われる方多いと思うんですけれど、いや YouTube ってのは結構ね、そんな単純なもんじゃなくて、結構ね、キメの細かいね、その戦略というか、そういうのを考えながら、まあいろいろしていかないと絶対に伸びない。堅実にね、コツコツと泥臭いことをね、頑張ってやらないと伸びないですから、やっぱり今現状ね、荒野界隈で伸びてる方々というのも、やっぱりそのまあいろいろ策も練ってからね、行動もされているんですが、まあそれ以上にですね、まあやっぱりまあ本当にコツコツ頑張って、そうやって
って、まあその積み重ねて、まあ普段からもですね、その動画とかもきちんと企画を組んでやっているからこそ伸びているわけで、まあ、なんかそういう楽をしようみたいな、風に思っている人ってのは、まあ正直難しいのかなと、いう風に思いますね。まあ何をしたところでなんかね、自分の計画通りだみたいな感じで言われているそうですが、まあどんな計画があるのかと、僕はその計画はまあ正直感じませんね。計画性というのは、計画性のある人というのはですね、結果がもう出てますんで、結果の出ていない計画というのはですね、全くその意味のない計画ですので、何のための計画やというふうにまあ言わざるをまあ得ないですよね。まあ僕もね、いろいろ計画練ってするタイプですけれど、やっぱりある程度数字は今まで伸ばしてきましたし、まあ今後もこれ以上のね、まあどんな動画出してもね、コンスタントに1万再生は超えるぐらい状態までには、まあその今年の秋ぐらいまでには持っていきたいなと、まあいうふうにはまあ考えてはいるんですけれど、そうやってね、まあ様々な、まあ、計画といいますか、まずそのね、誠実にやっていくこと、これをお勧めしますね。僕もそのやっていることはもしかしたらそのやめなことかもしれないですけれど、対応の部分とかそういうところに関しては何をやっていようとやっぱり誠実に対応するのが一番だと思うんですよね。それ以外の対応してね、メリットがあるかって言われたら、ないっすよ。マジで。意外と僕真面目ですからね、何事に関しても。なんで、まずは真面目に行動してね、やっていくこと。まあ、そして素直に行動して、まあ、年下の子たちがね、やっぱり数字出してますし、年下の子たちの方が物知ってますもん、今。ね。世の中。そして年下の子たちの方が能力ありますもん、今。そこはね、社会に出ていれば分かることだと思います、今。分かること。これはもうね、間違いない事実ですので、まずはそこを認めてですね、自分よりその優れている存在が年下に山ほどいるということをその認識して、さらにね、それを認識した挙句きちんとした努力をされること、これが大事かなと、まあ、いうふうに、まあ、思いますわ、なんかね、楽しようみたいなのは見ていても気がつきますもんね、やっぱり視聴者さんとか、こいつ楽しようとしているだけだみたいな、まあ、いうふうにわかりますし、まあ、そういうコンテンツというのは、まあ、鼻からして面白くないですからね、まあ、なんでそういう部分をまあちょっといろいろ考慮しながらですね、まあまずは行動してみることを僕はまあおすすめしますね。何でもかんでも楽はいかんですよ。楽は。楽しようとしている人のコンテンツって面白ないもん、本当に。本当にね、なんか見応えないから、そんな感じですよね。まあ、どんな動画でもそうですけれど、ダメですよね。人間的な部分見られますもんね。大事ですよ。まあ結構荒野界隈ね、他にもなんか猛者の人で、やたら過激発言をして、いろんなね、チームとかを蹴られている人、まあ、いると思うんですけれど、そういう人も、まあ、ツイッターでは数字伸ばせるかもしれないですけど、YouTube は数字伸ばせないですから、まあ、そして、いくらそのツイッターをその数字を持っていたところで、ツイッターでやっぱり、ある程度フォロワー増えると案件とかもらえて、いろいろお金とかもゲットできるんですけれど、やっぱり案件もらえないですからね。なんか個人で案件のもらえない人っていうのは、先がないんですよ。例えば、荒野行動が衰退したりとか、まあ、自分がいるチームがね、まあ、ちょっとなくなったりとか、衰退した時に生きていけるかって言われたら、生きていけないんですよ。ほんと、ゲーム上手いだけじゃ生きていけんて。な、ゲーム上手いのが全てみたいな。思うのはやめよ。ないから。そんな感じです。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。Twitter してます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますので、よろしくです。TikTok 見るでもそちらの2つもやっておりますので、そちらの2つの方もよろしくお願いします。まあ、ビルダムと YouTube コミュニティ欄では、クランロゴの作成、プレゼント企画やってますので、そちらもよろしくです。そんな感じです。それでは。